岸優太の岸君公文を一流企業が連続ツイートの仰天事態発生。のりふみ、UHA 未確等、元金プリ3人は新しい地図になる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日にキングプリンスを脱退し、9月末にジャニーズ事務所からも退所する岸優太、27。 岸が運営している公式ブログ、岸リアル、を筆頭に、岸の文章には文体に独特の癖があるが、6月19日以降、それが思わぬ形で大バズりしているようで、岸さんは文章を書く際、お願いします。みたいに、を対応することで知られています。それを知ってか知らずか、ちくわやカニカまで有名な食品メーカー、のりふみが岸さんの文体に似たツイートをしたところ、これが大バズり。 キシさんが全く関与していないのに、キシん公文がツイッタートレンド入りを果たしたんです。ワイドショー関係者、ノリフミの企業アカウントは、そのツイートの面白さから一般ユーザーだけでなく他企業からも人気だったのだが、6月12日に突如公式アカウントを休止。名言はしていなかったが、前日に創業者の長男で同社会長だった小橋シマサトが亡くなったため、同社のファンは、 にしてていいるのだろうと受け止めていたそして、19日に、のりふみの公式アカウントが復活。1投げ目は、いつも応援していただいているのりふみファンの皆様へというタイトルでしっかりとした文章を投稿したが、同日中には平常運転を再開。のりふみです。フォローしてください。ド直球。と、お対応したツイートをしたのだ。企業も、騎士ん公文パワーを実感。この、のりふみのツイートに、 三和通商や各自出版、阪急交通社、CHOYA や UHA 未確等などなど、数多くの有名企業がこぞって文体を真似しての臨場ツイート合戦が勃発。その結果、ツイッターに、岸くん公文が溢れる事態となり、マジで岸くん公文使った企業の中でに一番最初に CM 依頼する歓喜気ふれる会社はどこなのか楽しみになってきたぞ。笑い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 、ちょっと、どういうこと 岸くんの18番。はいよいよ、企業様へ上陸岸くん公文と驚いてるな。楽しいな。といった声が、SNS に多く寄せられているのだ。なお、企業もこの流れを自覚しているようで、例えば CHOIA は、岸くん公文、パワーでビビってます。と、6月20日に追加でツイートしている。岸さん、そして先んじてキンプリとジャニーズ事務所から離れた平野志陽さん。26。 と、神宮寺優太さん、26。ファンの間で不安視されているのは、今後、地上派テレビ番組での露出が減ることですよね。2019年に厚生取引委員会の注意が入って以降、ジャニーズ事務所がテレビ局に圧力をかけること、ようなことはなくなりました。それでもテレビ各局には、忖度の文化が根強く残っています。しかし、今回の岸くん公文ブームでもわかるように、岸さんの人気は抜群だし、 ジャニーズ事務所を辞めるのが確定していても、企業が気兼ねなくネタにしているのが伝わります。こうなると、元スマップのように、CM で大活躍する未来がありそうですよね。前出のワイドショー関係者。元スマップも CM から復活を果たした、草薙強し、48、香取慎吾、46、稲垣五郎、49、現スマップで新しい地図の3人は、 2017年にジャニーズ事務所から退所したのを機にテレビ出演が激減した。しかし、同年11月に大手企業のサントリーがカトリと稲垣をオールフリーの翌年2月公開の新 CM に起用すると発表。この英談に地図の起用に及び腰だった各社が大手のサントリーが使っているならうちも使いやすいと腰を上げ始めたと当時、レイリン新庁で報じられていた。ちなみに、草薙が サントリーの CM に呼ばれなかったのは2010年から競合相手のアサヒグループの商品、一本満足バーの CM に出演していたから、アサヒグループも草薙が対象も起用を継続していて、今年に入ってからも草薙の一本満足バー CM シリーズは続いている。平野さんがジャニーズ在籍中に始まったボシュロムジャパンのコンタクトレンズやファブリーズの CM は現在も打ち切られずにテレビで流れています。 もちろんそれは、対処後も CM キャラクターは継続する、という契約を結んでいるからでしょうが、企業としても、人気の元金プリ2の彼らを使い続けたいというのが本音ではないでしょうか。6月18日、週刊女性プライム、主婦と生活者がスクープした記事では、平野さんと神宮寺さんは個人事務所を作り、さらに滝沢秀明氏、41、が立ち上げた新会社、戸辺とエージェント契約を結び、 7月にそれが正式発表される見込みであると報じられています。記事では、岸さんについても、平野さんが気にかけているとあり、同じく合流が期待されている。3人が合流して本格的に再始動したら、まずは CM から露出が戻っていくのかもしれませんね。そしてそれは今回、岸くん公文でつぶやいた企業かもしれませんね。前室のワイドショー関係者。新しい地図と元キンプリの3人。 両者は同じルートをたどるのかも。終わらないでほしい。平野仕様、ハウスキーパー平野君は退所後も健在の存在感。新規契約で別の CM をやってほしいものだ。